明子と虹組キララの身も蓋もないと。この番組は漫画家東村明子が皆さんのお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。お疲れ様です。はい、どうですかね。ちょっと声高めにね、そう話してみましたけど、この間さ、車で聞いてたんだよ、はい、息子とね、ちゃんとこれを、したら息子に声低くと言われて二人とも声低くみたいな。確かにちょっとね低いわ、オープニングが。なんかオープニングが、だけ今めっちゃ興奮してくると高くなるんよ二人とも。あ、なるほどね。出だしがこんな低いのねと思って、ちょっといかんなと思って、ちょっとね気持ち、テンションを上げていこうかなと思ってます。あ、ね、40代ラジオみたいになったら、40代の本当なんか疲れた女がさ、ね、なんか工場勤めの休憩室でボソボソ喋ってるみたいな。今なってますよ、この先生。やばいやばいやばい、上げて上げて。あ、でも、テンション上がるね、ニュースが飛び込んできましたね。なんといい、ね、クラゲ姫がつなげ方とか言わないクラゲ姫ドラマ化おめでとうございます。しかも月9ねえ、すごくないですか。すごいすごいですね。割とね急に決まったからね、私もびっくりしてるんだけど、こんな急激に決まるもんなんですか、ドラマって。ドラマってね結構急に決まるよ、結構急に決まる、本当に。え、次のクールですか、みたいな時あるよ、よく。来年とかじゃなくて、みたいな。うわ、すごいですね。1月からでしょ。で、なんかね、月見役が芳根京子さん、朝ドラに出てた、そうそう、べっぴんさんにね出てた、これですか。あの可愛らしいね、ぴったりじゃないですか。合ってるよね、見た目も。合ってる合ってる。ケンイチもぴったりですわって言ってたから大丈夫なんじゃないの。ぴったりですわって言ってた。うん、言ってた。そうね、よかった。だしさ、ね、もうあれよ。プロだから、そのタラレバの時に、うちの青山拓也くんが出してもらったり、ね、翔平が出してもらったり、羽賀が。クソバッティングセンターのクソ店員役でバッティングセンターはクソじゃないでしょ、クソみたいな芝居で出してもらってたやん。そうですね、はい、だからそのドラマが決まった時に、またうちの役者さんとか芸人さんをちょい役で出してもらえるって思うやん、まあそれはどっかちょっとした役ならさ、まあね、なんかそうで、その、ロッキーに、うちさ、ロッキーが、ま、あの営業担当じゃん、はい、芸人兼営業じゃん、ロッキーにまたみんなのプロフィールをその富士のプロデューサーに預けて渡しとこうみたいな話をすぐしたわけよ、ロッキーと、はい、そんでさ、それをみんなにさ、一応なんか集まりの時に、一応月9決まってみんなのプロフィールを先方に出すから、写真とかもちゃんと撮んなきゃねみたいな話をしたんだよ、その時、そしたらさ、居酒屋だったんだけど、居酒屋のさ、靴入れるさ、ロッカーみたいなとこあるやん、ありますね、靴箱あるやん、あそこの前でさ、谷川さんがさ谷川さんってさ、あのうちの要するにスタッフですよね、スタッフさん、スタッフさん部門で入ってきた、自分のこと軍師谷川って言ってる、明子先生の軍師として僕は入りましたって言って、参謀として入ったんだから、参謀として入った谷川さん、なんか見た目はそれこそクラゲ姫の花森さんみたいな見た目で、ね、いい男なんだけどさ、その谷川さんがさ、居酒屋の靴箱でなんかゴソゴソやっててさ、あれ ロッキーにやらせてたの誰、石子、誰が撮ってましたかね、誰が撮ってた、あれ、あれって2度、いや、あ、杉岡君、何、何、いや、なんかギャラスカランドの杉岡くんに、谷川さんが自分の写真を靴箱のとこで撮らせてんのよ、写真をスマホで立って、何のために、で、何してんのかなって横目で思ってたんだけど、後で聞いたら自分もプロフィール作って、なんでね、月9に出そうとして撮ってたんやろ。いらないでしょ、ね、照明が暗いって、明るいとこ行こう。あ、分かった、あっこ先生が花森さんに似てるって言うから、すごい変な期待してるんじゃない。なんでスタッフさんに花森さんの役回ってこないよ。回ってこないから普通に考えたら無理やし、まず芸人にも回ってこないし、回ってこないよ、私たちにもそこ回ってこないのに、主要な役狙いで。ちょっと頭おかしいな、この人。だからだ、あの東村プロのホームページの谷川さんのところに、なんか水牛みたいな、なんか写真が載ってたんですね、プロフィール、これがなんかキリッとしたのに買ってましたもん。あ、本当。早速そのためにやる気出しちゃってさ、めっちゃやる気出してるけど、
大丈夫、演技できるのかな谷川さん。ちょっとそれね、ゲックって聞いてみんな目の色変わってさ、うん、しかしね、みんなのだからプロフィールを先方に B に出すんだけど、写真がもうひどくて、みんなのそうですね、写真はひどい、ひどいよ。だからうち最近芸人さん増えたでしょ、みんなさ、もうなんていうの、貧乏芸人だし、売れてないからうちなんかに来てるわけで、写真がさ、なんていうの、自分たちで撮った写真なわけよ、ね、ちゃんとしたのないやろみんな。そうですね、あの、特にあの最近入ってくれた東郷さんっていうピン芸人の人の写真がですね、ちょっとあの山で遭難した人の写真みたいなので、今ごめんね、急に入ってきたのロッキーなんだけど、なんかもうその話あれだったのに、東郷さんが自分でやろうと思って撮っといたやつなのに何やってんだよ今日。エンディングで東郷さん紹介の時にそれやろうって言ってたの。東郷さん今日来た意味いなくなったよ。ああ帰ってもらう。東郷さんは引き出しがいっぱいある人だから大本箱あります。しょうがないから話すけど、あの東郷さんのプロフィール写真、うんうん、ちょっとこのよく見たよ私、東郷さんのプロフィール写真、電柱に貼ってある、うん、行方不明のおじいちゃんを探していますの写真なんですよ。そうそうそう、なんかさ、普通さ、要するに潜在写真って後ろの壁真っ白で撮るわけじゃん、うん、光いっぱい当てて、そうそうそう、東郷さんのさ後ろさ、うん、なんか向こう島の川っぺりみたいなさなんか公園なのか山なのか知んないけどさ、完全に背景入っちゃってたじゃん、なんかデイサービスとかの庭っていう感じのとこ、そうそうそう、デイサービスの庭みたいなの入ってた。そうなんですよね、あれちょっとフェイスブックに貼ってや誰か。あ、あれじゃあホームページ、こんなプロフィール写真あんのかと思ったよ私、うん、東島プロのホームページがあるのでそこにちょっと貼っときましょうかね、うんうん、見てください皆さん、そんな感じでね、楽しみですけどもね、ちょっとお便りが届いてるのでね、はい、読みますね。ラジオネームヤシノキさん、はい、ヤシノキさんね、東京都在住男性の方です。早速鶏野菜味噌を使って鍋をしました。おお、ありがとうございます。自分は静岡出身で実家の鍋は水炊きでした、うん、東京に出てきてから売り物の味噌だしを使い、うん、たまに鍋をやりますが、うん、それに比べて鶏野菜味噌はすごいさっぱりしてて味に品がある気がしました、うん、とても美味しかったです、うんうん、ちなみに鍋は 4,5 人用の鍋を使い一人でやりました。あ、ちょっと寂しいけども。でもね、うん、まあまあ、うん、大食感なんでしょう。ね、たまたま多分そういう大きい鍋しかなかったのかもしれないですけど、うん、でも確かに私も食べたんですけど、美味しいよね。うん、私もずっと水炊きばっかりだったんですよね、鍋。九州はもう一作しかせんからね。うん、それだってな。味が全部ついてんのってちょっと信じらんないじゃん私たちからすると。そうそうそう、もう水炊きが一番やろってね。味がさ全部鍋についてんのさ、うん、どう思う、なんかちゃんことかさ、最初は私はもういらんことせんで、うん、だってずっと同じ味食べなきゃいけないじゃん、うんうん、そう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 、ね、そうやろ、ポン酢だったら、うん、そのちょっとつければそう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 、いろんな素材の味を楽しめると思ってたけど、あれは美味しいね味噌鍋はね、うん、私味噌鍋鶏野菜味噌やってからちょっと他の鍋も食べてみるようになりました、うん、あれキムチ鍋とか、私もさ、うん、なんていうの、私さ、うん、なんかね、もう私さ今週ずっと金沢だったの、今週とか、はい、11月の、うん、なんか文化の日みたいな時から、うんうん、あの学園祭シーズンだからずっと金沢とか京都とかで講演会とか、うん、あのなんか市民講演会みたいのやったりとか、うん、学園祭に行ったりとかしてて、うん、いろんなところでその CM 見ましたとか言われるわけやん、うん、それはいいんだけどさ、二十何年ぶりぐらいに同級生に会ったわけよ、金沢美大の、その人に、いやあきこちゃん本当に当時からあれ、うん、美味しいっていつも言ってたもんねって言われて、その大学生の時からこの味噌すごいよっていつもギャーギャー言ってて、うん、なんかマジで結構鬱陶しいぐらい言ってたんやって、それをね伝えたいみんなに、だからなるほど、ね、その CM でいきなり言ってるわけじゃなくて、うん、大学1年の時から本当に気に入ってる子で有名やったよ私学校で、鶏野菜味噌のあのーうん、サイトでもね、なんか漫画書いてますけど、うん、それでもびっくりエピソードが書いてましたね、そうそう、本当なんだと思いましたよ、と思って、だから写真がいっぱい残ってるから当時の、うん、鶏野菜味噌を食べてる私の19歳の私の写真が山ほど残ってるんよ、うんうん、だから来たんよ CM が、うん、いやその辺のだから、うん、アフィリエイトみたいなのとは一緒にしてほしくないわけよ番宣で来たとか、ね、そうそうそう、違うのね、ガチなの、本当においしいってことですよね、はい、じゃあ皆さんもね、食べてない人はぜひ食べてくださいね。じゃあそんなわけでお悩みいってみましょうか、はい、はい、まずは最初のお悩みです。ラジオネーム
ベビマチプチエーデさん、27歳女性の方です。東村先生、キララさん、お疲れ様です。いつも楽しく聞かせてもらっています。更新ペースがゆっくりの時期はとても寂しいですが、あれさ、なんでゆっくりなん、これ週1じゃない？違う、あのね、あの更新ペース本当は、うん、大体木曜日ぐらいになってたんですけど、うんうん、あのこの前私たちお笑いライブやったじゃないですか、うんうんうん、東村プロライブ、うんうん、それでちょっとみんなのスケジュールが合わず今回は遅れてるんですけど、うん、次はもう大丈夫、週一キープしよう、週一キープしましょう、ね、うん、で結構してたんですよこの前のやつは。そうなんで、もう大丈夫です皆さん、すげえ言われるもん、そうそうそう、私もなんか急がなきゃと思って、いろんな人に言われるもんね、これからはね、うん、ちょっとなんかキープしようかね、すごい忙しい月とかじゃなければ、うん、キープしましょう、うん、はい。で、更新ペースがゆっくりの時期はとても寂しいですが、過去のこれ今何千人聞いてんの？これ何千人聞いてんの？今のところ1万人ぐらい、1万人、1万人も今聞いてんの？この間5千人って言ってたやん、いや、あの去年は、ここ YouTube にもアップしたんで、うんうん、さらに増えると思います、1万人、なんかじゃあもっと高い声でいこう、うん、ね、1万人ってすごいよ、40代ラジオ、40代の女2人のラジオ1万人か、すごいね。続きいきますね、うん、過去の放送を聞き返して毎度秋子先生のようにバシッといる性格に憧れています、うん、今私は一回り年上の旦那と喧嘩してプチ家出中です。あ、プチ家出、あ、だからベビマチプチ家出さんなんですね、うんうん、職場の飲み会の一次会で帰ってくると夫はなんだか機嫌が悪く、ほっといたのですが一日経っても顔も見ずそっけないし、話しかけても煩わしそうにするのです。もともと妊活ストレスやら仕事を辞めたいやらでうじうじ愚痴っていたのを叱られていたので、うん、愛想をつかされたのかもしれませんが、うん、こうしてホテルで一泊していると一人の気楽さが恋しくなってきました、うんうん、結婚2年目でこんなんで夫と幸せになりたいから結婚したのになぁと悔しい思いもあるのですが、うん、バシッとこうしてほしいという言葉をうまいタイミングで言えません、うん、うまく怒れずためてためて泣いてしまうタイプなので、うん、もっと大人として言うべきことを言える人になりたいです。何かいい方法はないでしょうか、うん、という、はぁ、あ、どういうことよ、え、今どういうことよ、今とりあえず一回り年上の旦那と喧嘩してプチ家出中、そうなんですよね、家で今まだ続いてるのかね、帰ったかは分かんないですけ ど、うん、どう、最低な旦那だな、え、もう分かるんですか、あ、一回り年上だから、だって一回り年上でさ、うん、一回り年下の奥さんがさ、うんうんうん、仕事の愚痴とか妊活ストレスで愚痴ってたのをさ、確かにね、嫌がるとか言ってさ、何のために年上の旦那と結婚したの、そりゃそうですね、だって包容力があるから年上の人と結婚したんじゃないの、うん、もしかしたら、うん、でもそのバシッと言えないって書いてあるから、うん、言ってないから気づいてないっていうのないですか、あー、なるほどね、うん、何をこのベビマチプチエデさんが、うん、何が嫌なのか、あのね、要するに、うん、私なんか何か本で読んだんだけど、うん、私ってすぐ本で読んだって言うんだけど、うん、もうあの人間が何かを解決したりとか、はい、自分が変わろうって思ったら、うん、もう書物を読むしかないんですよ、うん、で書物を意外と読まない人たちも多いから、はい、私は割とそういう人に本にこういうことが書いてあったよって割と言うんだけど、うん、私はめっちゃそういう書物読むんだよ、うん、なんていうの、要するに自己啓発本みたいな、自己啓発じゃないけど、うん、なんかいい女はこういう風にしないみたいな本とか、あとなんか仕事で成功する人はこうするみたいな、うん、フランス人は服を10着しか持たないとか、ああります、そういう本めっちゃ、うん、めっちゃ読むのね昔から、うん、あとあの飛行機豆知識とかも読むのね、それいります、飛行機豆知識空港に売ってるやん、飛行機のなんだろう、うん、裏側みたいな、はいはい、そんなのいる、前のやったら今までのやつはね、まだフランス人とかのやつはいいけど、みんな飛行機なんか乗ったことないんでしょあんまり乗らないけど、乗ったこと、石子乗ったことないでしょ、飛行機なんか、あります、石子さんカゴとかでしょ、カゴでしょ、カゴもありますだからそのまずね、まあ、本を読んだ方がいいと思うよね、うん、こういうそのバシッと言えるようになるための本みたいな、うん、まず、まあ、それが1個ね、で、うん、あとはその、うん、バシッとなんで言えないかっていうと、うん、私が人にバシッと言えるのは、う
とかすぐ人に怒るのは、うん、翔平とか、うん、ハガにすぐ怒るのは、うん、なんで怒るかっていうと、うん、相手を思ってるとかするんじゃなくて相手を思ってるとかするんじゃなくて、うん、相手を見下してるのね。ちょっと待って待って、うん、いやそういうことよ怒るって。私だって見下してない人にはやっぱ怒れないもんだからやっぱねもう見下すしかないと思うよ、うん、その相手を。あ、夫夫を、うん、バレませんか。いやだからどっちが主導権を握るかって話じゃん、うん、夫婦なんかさ、うん、で一回主導権を握るために、うん、なんていうのそういうことってあるじゃん、うん、学生時代とかでもさ、うん、なんとなくさこうなんていうんだろう舐められてた子がさ、うん、突然さなんかなんだ文化祭の時にさブチギレて大暴れした後なんとなくみんなにビビられるみたいなことあるじゃん、うんうん、だからそのイニシアチブを取らないとダメなんだよ結局。なるほどね、うん、共働きでしょこの人。あでも分かんないですね。あそっか、だって仕事してるって言ってるから共働きで、うん、多分お家にお金入れてるでしょ、うん、そうですね。まあ半々とまでいかなくてもそれなりに。そしたらさ別に怒る権利あるし、うん、なんていうのかな旦那にビクビクする必要ないと思うんだよね。だから、うん、私さあの豊田議員がさ、うん、このハゲとかさ、うん、言ってたじゃん秘書の人に。言ってましたね。あれさ本音ね、うん、本音で言うと、うん、そ何が悪いのか全くわからんのよね。嘘だってでも叩いてる人はダメですよ運転手にね。ハゲもダメだと思う。でも 肩なんやろ叩いたの。肩を叩いたって本人は言ってるんやよ、うん、でもどこか頭はいかんと思うけどさ、ね、ハゲはダメなんじゃないですか。やっぱり傷つくし傷つくかもしれないしね。でも別にさちょっと薄いですねって、薄いよぐらいにしといたり確かに私もアシスタントにその見た目の血管でなんか怒鳴ったりとかまあしないけどさ、うん、そういうこと言いませんもんね、うん、なんか見た目はダメだけどバシッとね、なんか、うん、その社会的ポジションとかで言うからさ私はさ、だから翔平にはそうクズって言ったりとか、うん、なんかハガにはクソモテねえバカとか言ったりとか、うん、あのフォローすればするほどむちゃくちゃになるってどういうことなの、うん、自分で崩してる。あじゃあ行きましょうか。もうね、うん、身も蓋もない言葉。じゃあお言葉お願いします。いいよ。旦那に旦那の身体的特徴を罵る。うわダメって言ったじゃん、うん、それダメって言ったやつじゃん。あ今のギャグあきこギャグ、あきこギャグ、あきこギャグ待って次ちょっと真面目にやるから。真面目、うんうん、えお言葉、お言葉もう一回真面目にやるから。じゃあ本当の真面目なお言葉お願いします、うん、いいよ。そんな男は、うん、別れた方がいいと思う。まあ出たいつものやつじゃん、うんうん、最初の方がマシだったからねまだ子供おらんちゃろ、妊活中だから、ね、で27歳やろ、うん、もう第二の人生生きたらもういいんじゃないこの人は。そうか、だって、まあ、子供いたら別れるとは言わんけ ど、うん、なるほどね、27で一回り上の旦那で、うん、だってさ機嫌が悪くって、うん、1日経っても顔を見ずそっけないって無視してるってことやろ、うん、一回り上でこんな若いね27歳の人と結婚できたのに、うん、そんなこの女の人が浮気したとかで怒ってるとかじゃないんだよ。だって、ね、悪いことして怒ってるわけでもないんだよ、うん、そんなさ、うん、別れた方がいいよこんなのさっさと。いや普通に考えてそうでしょ、だって別に、うん、じゃあベビーマチプチエダさんは見下すか別れるか。いやもう言ってみたら一回、ね、あの、うん、もう別れますってその冷たいしそっけないし、うん、私はもっと楽しい結婚生活が待ってると思って結婚したけど、うんうん、もうそんな感じだったらやっぱ合わなかったんだと思う。別れましょうって一回言ってみればいいじゃない。それでこれからこのコーナー、うん、多分別れを後押ししてほしい人の悩みばっかり来そう、うん、はい、じゃあちょっと頑張ってください、うん、次のお悩みいきましょう、はい、ラジオネームヨネマニアさん、福岡在住の方です。福岡から初めての投稿させていただきます。いつもポッドキャストを聞くだけで満たされていて、まさか自分が投稿するとは全く思っていませんでした。あ、そんなさ、すごい一歩踏み越えたみたいに言ってるけど大したあれじゃないからね、ただのインディーズのやつだから、ね、もっとどんどん皆さん投稿してくださいね、うん、そんな身も蓋もない言葉を恐れずにね、うん、1万人だったらもっと来てもいいんじゃない、うん、でもいっぱい来てますけど、ね、1万人だけど、うん、いつも同じメンバーが出してくる。そうそう、また別のやつね、ぜひ、うん、はい、こんな私を投稿に書き立てた理由は前回の東村先生の言葉でした、うん、
すっごい料理するけど結局辛ラーメンが一番うまいってやつです。実は私も全く同感です。ほら、お普段は旦那さんのために料理を頑張るのですが、うん、旦那さんが飲み会でご飯がいらない日には 100% 辛ラーメン食べてます。大学生の時は黒ラーメンを箱買いしてました、うんうん、どんな高級フレンチや料亭のご飯より美味しいです。そうでしょ、そうそうそう、いやそうそうなのよ、まあ、そこで相談というか質問なのですが、うん、辛ラーメンのトッピングでおすすめってありますか？ある。ちなみに、うん、米マニアさんはね、うん、卵、ウインナー、スライスチーズですっていうことなんです。うん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 、何ですか、おすすめ？あのね、もう奥深いわけ。そうなんだ。奥深いわけ、あれは。あのね、へえ、ややこしいこと言っていいかな。いや、あんまり長めにならないことでお願いします。あ、そう。待って、ラーメンのトッピングでさ、ややこしいことって何？ややこしいこと言うよ。ややこしいこと言うけど、じゃあややこしいこと聞きたいです。あのね、まあ、チーズは絶対のっけるのは合う、うん、とあの溶けるチーズ系は全然 OK なんだけど、うん、あのね、ややこしいこと言うと、うん、そのね、あのもう概念を変えてほしい。概念から変えてほしい。どういうことなんですか？あのね、まずね、もうね、スープをなんか、うん、もう別物にしてしちゃうっていうのを私はやってるんだけど、ラーポッキっていう料理が韓国料理であるんですよ。で、私韓国しょっちゅう行くじゃん。みんなはほら、うん、ね、貧しいから海外旅行なんて行けないと思うんですよ。私ほらしょっちゅう韓国行くんだけどさ、そうですね、韓国の若者はラーポッキっていうのを食べるんだけどさ、ラーメンとトッポギの合体のやつなんだけど、簡単に言うと辛ラーメンに一緒にトッポギのさ、こうなんていうの、ホースみたいな餅あんじゃん、なんか、うん、ホース斜めに切ったみたいな餅あんじゃん。ホースっていうか、おも、トッポギって餅なの知ってる？トッポギのことですね。トッポギをそう、辛ラーメンと一緒にグラグラやっちゃって、まだトッポギのが分かりやすい。ソースの餅って何？ホースか、ホースの餅。そのトッポギを一緒に煮て、そのスープにコチュジャン、コチュジャン、あの赤い、うん、辛いやつ、辛い味噌をドバッと入れて、うん、あの水飴をドバドバ入れるんよ、うん、水飴ってわかる？うん、水もう分かるから、分かる、絶対誰分かるあれだよ。え、違う、ババアが買ってきたやつじゃないよ。ババアが買ってきた箸で、ババおばあちゃんがさ、おばあちゃん家行くと水飴食べるねって言ってさ、はいはい、こんな入れ物、あれじゃない、あれじゃない、何ですか、料理用の水飴っていうのがあるのよ、世の中には。その料理用の水飴を入れて、うん、それに普通にスパムとか、まあ、ウインナーでもいいんだけど、まあ、適当に玉ねぎとか入れて、うんうん、ラーポッキっていうのを作るわけで、最後にチーズガンガン乗っけて、うん、これはね、新大久保もね、ある店とない店があって、その、うん、ラーポッキが、うん、私はラーポッキがある店は全部覚えてます、把握してる、うん、で、ないところが集合場所だと、あ、もう集合した瞬間に、うん、ここラーポッキないけど大丈夫ってみんなに聞くわけ、その韓国マニアの子たちに。トッピングどうなったのこれ？トッピングはだからトッピングとかね、そういう概念を変えろっていう。概念変えろってことか、スープから変えろってこと。スープから変えろってこと。でもこれマジで、うん、米マニアさん、うん、米マニアさん人生変わると思うよ、本当に。ラーポッキーを検索して作り方を見て作ってください、辛ラーメンをベースで、ね、じゃあ米マニアさん、あ、じゃあちょっとお言葉いきましょうか。うん、身も蓋もないお言葉、はい、お願いします。いいよ。お湯は少なめで半量でもいいかもしれない。汁気あんまなくていいのよ、ラーポッキは。こんだけ、あんたたち前作ってあげたやろうが、ラーポッキうちで飲んだ時、あ、食べたやん、プテチゲみたいな、プテチゲみたいな食べたやろ。美味しかった。ほら、まあ、ってほら、一番高齢のまさみさんしか見えない。一番高齢なのにまさみさんだけど、どれがラーポッキか分かんないけど、全部美味しかったから美味しかったんだろうね。そう、うん、ラーポッキでググってください。はい、じゃあ米マニアさん、ぜひね、概念を変えてね、美味しい辛ラーメンのラーポッキを作ってみてください。はい、そんなわけで番組では皆さんのお悩みを募集しています。ラーポッキートレンド入りするんじゃん。これラーポッキートレンド入りしちゃうよ、1万人いるから。トレンド入りしちゃうよ、ケンさん。邪魔しないで。応募方法は番組宛ての E メールアドレス、みもふた .r@gmail.com です。懸命にお悩み相談とご記入の上、年齢、性別、ラジオネーム、お悩みをお送りください。採用された方には東村明子書き下ろし身もふたステッカーをプレゼントします。身もふたもないと。ロッキーのコメンテーターへの道。
私ロッキービクトリア田口です。ニュースコメンテーターをやっております。今日も世界中の政治経済から芸術に至るまで最新のニュースを詳しく解説していきます。お相手は東村明子さんです。よろしくお願いいたします。ロッキーさん今日もよろしくお願いします。あ、いつもねありがとうございます。いやー、ね、東村さん、はい、あ、見させていただきましたよ、あの鶏野菜味噌のね CM。 ありがとうございます。そんなロッキーさん、ええ、普通にテレビとかご覧になるお時間終わりになるんですね。なかなかこうナスダックとかいろいろ株価の傾向をチェックしておりますと、うん、なかなかメディアに接する機会ないんですが、あの鶏野菜味噌の CM だけは、見させていただきました。本当にいや素晴らしかったですね。あ、そうですか。あの味噌への愛が非常に溢れてまして、 ありがとうございます。すごいありがたいです。あ、はい、そうですか。味噌と言いますとですね、はい、日本に古来から江戸の時代から、はい、日本の食生活を支えていた調味料です。いや、江戸時代からなんですか味噌って。まあ江戸です。江戸の、もっと前からあったんじゃないですかね味噌って。あ、なるほど。ああ、そっちの方の味噌ですか。あのまあ原型はですね平安から、まあ、平安なんですか味噌って。そうですね、平安の時代から、発祥したものであります。まあ非常に米麹から、熟成させた非常に日本人を育てたと言っても過言ではない日本の母と申します。なんか私味噌ってなんか、はい、元はなんか中国とかで作ってなんかあれなのかなとか思ってたんですけど。なるほど、うん、さすが東村明子先生ですね。私の目は不知らではなかった、確信しました。そうなんですよ、実はもともと発祥は中国でございましてですね、万里の長城など非常にこの騎兵隊いろんな武将この味噌武将、はい、あの分かんない。でもに中国もあったけど日本も同時期に あったのかもしれないから私も分かんないんですけど、ロッキーさんだったら分かるかなって思ってきて、はい、そうなんです。諸説ありますが、まあ、中国が発祥で確定なんですか。中国が発祥でですね、うん、まあ今のところ 67% 確定でございます。67%、はい、という、学説では言われております。日本は、まあはい、いつから伝わってきたんですか、うんうん、なるほど。何時代から。そうなんです。さっき平安時代っておっしゃってましたけど。いい質問なんですね。これが味噌はですね、いつの時代に日本に来たか、これはですね、秀吉さんが、うん、出兵しましたね。その時に、持ち帰った。さっき平安時代っておっしゃってたけど。はいはいはい、はい、そうなんですよ、うん、はい、あははは、まあ天下を太平するという意味で平安時代と。まあじゃあ今日もう大体味噌は普通に、はい、ググればウィキペディアですぐ分かるんで、まあ、大丈夫かなって思い始めて今。そうです。なんかもっとみんな、ね、社会的なことを、ね、勉強するコーナーだし、私もいろんなね、まあ味噌はちょっとやっときます、はい、こっちで、あ、分かりました、はい、調べとくんで。そうです、まあ、今日のね、お題の方に行きましょうかね。あ、分かりました。何でも、聞いてください。はい、まあ東村さん、はい、最近は非常に世界動いてます。あ、そうなんですね。今一番東村先生、はい、気になっているところ、はい、これは何でしょうか。わかりました。私ちょっと今日、はい、うん、それをあのロッキーさんにご解説いただこうと思ってずっと来たんですけどね、はい、ある道すがら、はい、あのこの間、うん、もうつい先日ほら、はい、アメリカのトランプ大統領が日本に来てたじゃないですか。はい、あれは何のその、うん、ゴルフしたりとかいろいろ安倍さんと仲良くやってるのは見たけど、はい、実際問題その何の話をしてどういうなんかこうね、うんうん、約束をしたりとかさ、今後こうしましょうみたいな、うんうん、何の話をしてたのかってみんなにはあんま伝わってこなかったんですよね、ニュース見てて。よくぞ聞いていただきました。本当に何の話してたんですか。メディアではね、本当にあのゴルフだとか、うん、まあ、晩餐会の食事などね、そういうところに行きがちなんですよ。本当に神髄を見なければいけない、うん、その神髄を、うん、
その政治の神髄っていうのがありました。政治の神髄、そうです初めて聞きましたけど政治の神髄っていうこれですね、これはトランプ大統領なぜどういう意図で、そこでそこが非常にこれからの世界情勢を紐解く、そうですね、鍵が隠されてるんですね。奥様もね非常に、お綺麗な奥様を連れていらっしゃいました。まあ奥様の名前何でしたっけ。まあ非常にね美しい、名前あねえーえー、バーバラバーバーバラバーバーバーバラバーバル、M フロ、あ、はい、あそう、非常にですね、メラニア夫人です、はい、娘さんもほらちょっと前に来てたじゃん。そうなんですよ、可愛らしいね、ね、ピンクのスーツ、踊りで、そうなんですよ。娘さん名前何でしたっけ、ステファニーちゃんですね。じゃあステファニーちゃんって、イバンカさんやろ。イバンカさんでしょ。もちろんです。なんかさ、はい、娘もなんか役職ついてましたよね。うん、あ、ね、そうですそうです。それがですね。あの人さ、あの娘さん、はい、あんな役職もらっててさ、すごいね。そうですね。いや、可愛らしいですね。あの貿易大臣ですか。何？貿易大臣？そうですね、貿易振興、大使ですね。貿易振興大使。はい、はい、はい。もっと違うなんか。うん、補佐官みたいな秘書みたいなそんなんじゃなかった。そうですね、そうですそうです、はい、そうなんですよ、ホワイトハウス特別秘書ですね。ホワイトハウス特別秘書、はい、なんか大統領補佐官とかそういうのじゃないの、なんか、うん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 、そうですね、はいはいで、ね、そこの役職でですね、そのステファニーと愛称をつけられてるという話は私キャッチします。イバンカだけど、はい、愛称はステファニーなんですか。そうなんですよ、これはなかなか知られてないことですね。そこに、大統領補佐官って、はい、書いてあるけど今見たら、そうですそうです、さっき報道申し上げましたけども、大統領補佐官ですね。さっき貿易大臣って言ってませんでしたっけ。ああ、なるほど、正式名称で言っちゃいましたかね。正式、だから大統領補佐官で大統領を、だから秘書っていうかさ、まあ、お付きの人みたいな呼び方って、はい、貿易は関係ないと思うんですけど、あ、そうですね。あのさ、イバンカさんが、はい、着てたお洋服がすごい、やっぱほら、はい、女性たちからするとすごいおしゃれな格好してて、ブランドとかみんな、はい、気になるって言ってさ、言ってたんだけど、あのブランド、はい、どこのブランドかご存知ですか。もちろんです。ご存知ですよね、はい、どこのブランドでしたっけ。バーバリーですかね。バーバリー、アメリカの方なのにバーバリーのお洋服着るってこと珍しいですね、うんうんうん、バーバリーってどこの国のブランドかご存知ですか。イギリスですね。あ、それはね、ご存知です。あ、そうです、ね、なぜかバーバリーは知ってるんですね、ロッキーさんはね。そうなんですよ、やっぱりでも、あれ多分ミューミューだっだって言ってた、ミュウミュウっていうブランドのピンクのスーツだったらしいんですけど、うん、あ、そうなんですよ、バーバリーじゃないですよね。ミュウミュウとバーバリーって、あ、まだご存知ないですか、はい、これ来年あたり統合の、はい、そう、市町村合併みたいな感じで言うのや、なんか非常にこれは今私が、ね、キャッチしてる情報なんです、まあ、発表そこ強引には至らないかもしれないです、そこは強引には、はい、なので、そっか、すみません、私不勉強で知らなかったです。いやいやいや、そんなの気持ちないです。常にね、先をね、見据えてお話しくださってるんですもんね。そうですね、それが、未来を切り開いて、で結局トランプさんと安倍さんはどういう、はい、あの合意っていうかさ、どういう話をどう合意したのかだけ教えてもらっていいですか。わかりました。これはもちろん北朝鮮問題関わっております、うんうん、これからどう取り扱っていくか、取り扱う、取り扱い注意みたいになってますけど、うん、いや、そうですよ、もうこれ、この危険分子、言葉がなんか薄っぺらいのは、それは我々みたいな、そのなんていうんですか、無学なものに合わせて薄っぺらい言葉でしゃべる、気にしないでください。そこはですね、確かにステージを下ろして、噛み砕いて、言っておりますけれども、ステージを下ろして、あ、いやいや、ステージを、まあ、そうですね、ステージを下ろしてって、はい、どういうことです。ステージをこう、なんか一段低いところに降りてきてくださってみたいな感じで、まあ、そう言って
しまいますとそれこそ身も蓋もないということになってしまいますが、すごいユーモア、ユーモアもね、あの終わりになって、いやそれはですね、結局はしかしこう思考のレベルで潜在意識の中で言いますと、そう北朝鮮が、はい、まあ、もうミサイルバンバンやめろっつってもどんどん撃ってて、うん、もうやばいと、はい、でどうしようってことになったんですかね。そうですね、安倍さんとトランプさんはそれが第一なんですが、うん、あとはですね二つ目にだからちょっとどうしようってあどうしようね、ああもうなるほどなるほど、北朝鮮ですね、もうはいはい、うんうん、まずキム、ジョンウン、書記長と3人でですね今度、会おうとしてますね。これは、3人で会おうとしてるんですか。はい、めっちゃすごいことですよ、安倍さんと、うんうんうん、あの人とトランプが3人で何するんですか、はい、3人で会ってですね、これはもう食料、が足りないのでこうどうするか、まあ、あとはですね、そんな簡単に会えないでしょ、うん、あの人そうですね、そんな、はい、トランプとあの人が会ったらもうことでしょ、それ。それがですね、実はですね、私が掴んだ情報なんですが、キム・ジョンウンさん非常に、飲み会が好き、飲み会、はい、飲み会好きなんですか。そうなんですよ、韓国の、と北朝鮮の境にあります居酒屋ですね。待って待って、韓国と北朝鮮の国境に居酒屋があるんですか。はいはい、そうなんです。居酒屋の名前はなんていう居酒屋なんですか。はい、朝鮮どころ、朝鮮どころと申します。はい、朝鮮どころ。はい、それはなんかちょっとね和風な感じの、今非常にですねこの秘密裏のうちに今建設が進んでおりまして、行かれたことあるんですよ。もちろんです。ね、はい。メニュー何があるんですか普通に。ですねホッピーからですね。ホッピーあるんですか。はい、もちろんマッコリもございますし、うんうん、あとはおつまみはチョレギ、チョレギ、チョレギ、はい、もちろん、あとトッポギです。あ、トッポギ、トッポギございます。もちろんね、はい、さっきね聞きかじったばかりの情報ですね。いや、やっぱり政治というのはですね詰まるところ、うん、あ、ゴルフを見てもそうですし、やっぱりノミニケーションなんですよ、うん、はい、ノミニケーションって懐かしいね、はい、言い回しですけど、いやいやいや90年代の言い回しみたいなね感じで、人間の根源というのは簡単には変わらないということです。そこはもう、私もすでにですね現地に飛びまして、その店の内装ですとか、うん、内装、はい、もうコーディネートの方も私頼まれましてですね、内装、はい、内装のコーディネートを政治学者のロッキーさんが頼まれたんですか。あ、経済アナリストか、まあ、私は仲介をしたということです。職業な、な、あ、ニュース、肩書き、ニュースコメンテーターおよび、ニュースコメンテーターでしたっけ。あ、クライアント、あ、クライアントって、はい、あ、クライアントへの、クライアントではないと思う、クライアントへの、エコノミストみたいな、経済エコノミストです。そうです、そうですね、はい、じゃあ分かりやすい言葉で言うとエコノミストですね、うん、はい、なのでね近々、うん、そこで、会談、まあこれも合意に至るかどうかはまだ分かりませんが、来年の朝鮮どころで、はい、2月から、4月、うん、三者会談が行われるっていう、それはもうこれはここでトップシークレット、そうですね、うん、お願いします。これはですね東山さん、あまりこう公開なさらないように、はい、お願いいたします。はい、公害っていうかまあね、うん、もうあれですけど、まあまあ、あ、そうですね、リスナーにはねバレちゃってますけど、リスナーにも口止めしといた方がいいんじゃないですか。そうですね、うん、リスナーの皆さん、これは公害しない方向でお願いいたします。じゃあロキさんってやっぱちょっと若干、うん、ね、頭がやっぱちょっとおかしいのかな、なんかおかしいじゃないですか。なるほど、あ、そう、よくよくいる、ほら、なんか、うんうん、被害妄想の病気の人みたいなさ、よく道歩いてるおじさんがよくさ、5億用意したから、5億用意したからとか言ってるおじさまいらっしゃるけど、あ、そういう類の人なんじゃないですか。まあちょっと分析のしすぎでしょうね、職業病といいますか、はい、いや、これはですねなかなかいい例えですよね今のは。
じゃあね、はい、そのそうですね、じゃあ今日のそのね、まあ、メインの、うん、まあ、そのお勉強のね、その、はい、トランプと安倍総理のね会談、はい、最終的にロッキーさん的にはあの会談は成功だったと思われますか？そうですね、はい、75% 成功しました、ね、その数字叩き出した感出してくるんですけど、はい、バカさが際立つっていうか、その数字いやいや、これは後の 25% はまた、うん、いつか来たるべき時に、私はもう分かってますけど、来たるべき、まあ、今言ってもおそらくなかなかこう理解が難しいと思います、うん、今後、また来たるべき時に説明させていただきますので、ロッキーさん、トランプ大統領はいつまでずっと大統領さ、はい、やると思います？はい、ここのあ、これ言っていいんですか？はい、ですね、あと3年2ヶ月と3週間ほどですね。ああ、そんな、ね、具体的な数字がそこまで掴んで、やめ、なんでやめちゃうの？やめるの？ああ、はい、パチンコで行き過ぎてしまってパチンコで、はいはい、パチンコで行き過ぎてしまって、まあ要はこうアイスをつかされるということですね。あ、ホワイトハウス、そうですね、はい、いや、これもですね、かトランプさんパチンコで行き過ぎちゃって、うん、はい、パチンコに行き過ぎちゃってですらないっていうのでそれでやめちゃうのか、う、ね、なるほど、勉強になりました。このようにですね、世界はですね、非常にすごいスピードで動いてます、これから未来の子供たちへ残していく日本、地球、これは、皆さんの、ロッキーさん、はい、ずっとズボンの裾ずっと触ってるんですけど、油かいてずっとズボンの不安なんですか、なんかずっと子供みたいにズボンの裾をいじりながら喋ってますけど、これですね、指先をですね、繊維で動かすことによって脳の、働きのスピードを上げてるんですよ。あ、はい、そういう、はい、はい、そうか、これもテクニックみたいな、漫画描かれてる脳科学みたいな、そうです、そうです、もしお試しください。裾いじりっていう、はい、おそらく締め切りの時なんか非常に役立つと思います、はい、ということでですね、はい、また次回の世界中のニュースを詳しく解説していきたいと思います。お相手は東村明子さんです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。こんばんは、バード君です。バード君が来た。どうも、アット先生。忙しいのに。いやいや、そんなことないんですよ。営業で忙しいのに。営業でいろんなところに、ね、ありがとうございます。というわけでですね、はい、バード君が来たんですけれども、うん、先日、はい、ライブやりましたね、東村プロライブ。お疲れ様です。この間東村プロライブ無事ね、大成功って言っていいんじゃないですか ね満杯でしたよね、お客もね、うんうん、もっと大きい箱でもよかったんじゃないかぐらいね、うん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 、すぐ売り切れ、ね、どうでした、やってみて。なんか楽屋がさ、なんかすげえ楽屋がなんかみんな一緒に入んのね、楽屋にね、全員。そうですね、この人数、でもまあ私さ、なんか楽屋でさ、はい、もうめんどくさいなって思ってもう気がしたんだよ、そのまんまそしたらさ、新進士もうちょっと名前変えたんやけどさ、はい、その名前変えようって言ってさ、サイフォンズっていうのに変えたんやけどさ、はいはい、新進士の子がさ、私がバーってさ普通にパンツ一丁で着替えてんの見てさ、はい、もうなんかちょっと先生みたいなちょっと先生みたいになってたよね、あの時ね。もういいじゃん別にと思って着替えてたけどもういいじゃないもうみたいな。なんか確かにその時先生が、うんうん、もうこんなおばちゃんのパンツ見ても何も思わへんやろって、そうそうそう、言ってた、ぐぬぐってなってましたね、うん、そうそうそうあれすごかったです ねというわけで、そんなもあり ながらね、はい、でその時のお悩み相談とかもライブでやったんですけど、うん、読めないのがいっぱいあったからね、時間的にね、はい、もらっているので、うん、今日は、はい、いつもはお悩み相談ね、うん、キララさん、二次組キララさんがやってます、うん、今日はちょっとバド組、バド組、フミミが、バド組フミミが、読みにね、バドフミヤのフミミで、やってきたんですけど、その前にまずサクサク片付けてた方がいいのか、はい、まずメールが来ております。ラジオネーム仕事帰りの家の中での2時間はあっという間さん、うん、
相談でも何でもなく普通オタです、うん、はい、東村先生、虹組様、お疲れ様です。ありがとうございます。先生と様で分けてるね、うんうん、今年東村プロに、ドラゴンボール芸人でも活躍中のバードフミヤさんを招き入れたことはヤフーニュースに乗らずとも身の蓋リスナーには新しいニュースですね、うん、乗らんとは思うんですけどバードフミヤ、うん、東村プロに遺跡みたいなねしかもフリーから入ってるから、ね、全然ニュースでもなんでもない、うんうん、さて、虹組先生もちょっと合体してますねもうね虹組先生も名を連ねているニコニコ動画、うん、生放送水曜はじけて混ざれないにて、うん、東村プロと戦ってはどうかという提案が放送内で発言されました。あ、そうなんだ。戦闘力でいうと東村先生が悟空クラス以下、うん、所属タレント様は地球人クラスの、うん、東村プロですが、この企画通ったとしたら受けますか、うん、受けませんかというのです。ちょっと説明しますとですね、何で勝負すんの、水曜はじけて混ざれっていうニコニコ動画の番組があって、うんうん、ベジータがやってるんですけども、うんうん、毎週それで DB 芸人が、うんうん、はい、DB 芸人がいろんな企画をプレゼンする会があって、うんうん、魔人ブーの、 そのファニードっていうね、うんうん、小さい事務所に所属してるんで、うんうん、ファニード VS 東村プロっていうのはどうかっていうのを提案して、あ、面白いんじゃないのみたいに、ああ、いいね、ちょうど人数的にも同じぐらい選んで、うん、っていう話になって、もしこれが通ったら先生は受けますかっていう、うん、別に通るでしょこんな企画。まあ通るんじゃないですか、うん、でも別に受けるけど、受けるよ、受けるけど何で勝負するの分かんないです。あ、それも決まってないよね、まあ、でも例えばじゃあ大喜利とかっていうことね。そうなんですよね。だから分かんないですけど、多分魔人ブーとヤムチャが大将戦かなんかやるんじゃないですかね。大喜利だったらうちはどうします？翔平さん、翔平さんできます？ロッキーとか翔平はもうもう出さないそのさ、演目っていうかさ、そのそうです、ね、演目にもよるよね、メンバーのあれ。ネタなんてのは多分一組あるかどうかじゃないですか。そうだね、うん、なんかくだらないバトルをすると思うんですよね、うん、なんかモノボケとかそういうのでしょ。そうですね、うんうん、いや受けて立ちますよ全然じゃあ受けて立つって言ってたって、もう僕は言ってる、負ける気しないですけど、マジで言ってますけど。そうですね、うん、で芸歴はだってうちの方がみんな長いでしょ。年は取ってるしさ、年取ってる、うん、確かに。向こうの社長さんが出る側もやる人なんで。あ、そうなの。なんか190ぐらい身長あって。何の人？バスケかなんかで、元プロみたいな。へえ、そんなデグの棒が社長やってんだ、あ、そう、そんなウドの大木が社長やってんだ。そんな猪木アリセンみたいな感じでそうギブスを送ったりとかこのペリカンやろうみたいなのをやっていくんですか先に。やってきます、やってきますよじゃあもしなったら僕らもう猪木アリセンみたいな感じでちゃんとマイクパフォーマンスもやりますよ、バーンって、うん、やっていきましょう。受けて立つ、はい、受けて立つということで行っていきましょう。ヘッポコ事務所のそれと戦ってやろうじゃないこっちがいやもうやりましょう、やりましょう、やりましょう、それではお悩みの方いきましょう。あやこさん30歳、自ら書いてますね、書かなくてもいいのに、ペンネームとしか。バード君ってさ明るいよねいやバード君って明るいなって思うよ。だって普段もずっとこうじゃない、なんかさ。いやそうですね、ね、打ち上げとか飲みの時もさバード君だけ明るいもんね、いつもやっぱ暗いもんみんな。そうなんですか。うん、いやうちの芸人みんな暗いわけ普段ね、暗いよねみんな。暗いよねってうなずくのおかしい。クラスで一番おとなしい子みたいな子しかいないからバード君とか見るとすごい眩しいっていうか、なんかクラスの人気の面白い子がおるみたいな感じだよね。行きましょう。あやこさん30歳、9月から会社の向かい側の席になった男性かっこ36歳が、うん、毎日1リットルの紙パックのジャスミン茶とかカルピスとかグレープフルーツジュースを席でガブ飲みをしていて、何かよくわからない嫌悪感を感じて戸惑っています。何か良い解消法はありますかと。なんか1リットルのでかいパックをストローじゃなくガブ飲んでるのがちょっと嫌なんじゃないですかね。あ、絶対ダメですねあ、もう、ま、もう絶対そんなのダメでしょ会社で。確かに行儀悪いよ普通に。
コップについで食べなきゃ、ちょっとこぼす危険性とかもありますからね。そうね、うん、嫌悪感が、いやこの人正しいと思いますよ。じゃあ嫌悪感感じるの、ペットボトルに変えてくださいって言うしかないですかね。なんかやっぱその茶道の精神で言ったと茶道の精神とか持ち出して、はい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 、嘘でいいんで、私なんか茶道習いたいと思ってるんですけど、はい、なんか茶道だともうペットボトルとかそういうパックから時間飲みってマジありえないんですよとか、なんか他の精神を用いて私が嫌っていうよりも、だから日本人はコップに入れて飲まなきゃダメなんですよとかって、はい、なんかこうなんか豆知識みたいな感じで言うみたいな。そうですね、うんうん、で36歳ですから響くかもしれないですね、うん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 、そういうのが、うんうん、なので、茶道の精神をでっち上げて、ま、豆知識で、はい、コップから飲むとなんでいいかとか、直で飲んだらよく言うじゃん、はい、雑菌がとかさ。そうなんですよね、豆知識攻めでやめさせる OK 、うん、解決。それちょっとくださいとか言い始めれば、うん、なんかちょっとガブロミするのを作詞あげたいしってなるかもしれないですか、ね、それいいね、はい、じゃあそんな感じのがいいんじゃないですかね。続いて、はい、ペンネームしずかおりさん、しずかおりさんかな、安室奈美恵引退安室奈美恵引退、うん、好きすぎて来年9月16日以降どうしたらいいか分かりませんという、ね、お悩みが。あ、そう、はい、これは私にもどうにも解決できないよね。そうなんですよ、これをカフェでパチコで読んでどうしようと思ったのかっていうの、ね、うん、もうでもショック受け取るんやね。そうですね、もうでももう安室ちゃんももうずっと頑張ったけん、もう休ませてあげよう、ね、そうなんですよね、うん、で別に CD とかがなくなるわけじゃないですから、そう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 、だからもうとりあえず毎日あのザッツカンニングっていう、うん、96年ぐらいにやった映画知ってる、大好きカンニング、安室ちゃんがカンニングする、うんうん、山口くん、あ、山口くんのやつね、あれはちょっと毎日見れば、私さらに昔のザ・カンニングって映画があったよ、ままアメリカの映画で、へ、知らん、さすが映画に詳しいですから先生ね、ザ・カンニング知らん、ザ・カンニング、ロッキーは知っとるはずやよ、いつもテレビでやってて谷川さん知っとるやろ、知ってます、ほら私今コーヒーでむせてるから、谷川さんどういう映画か言ってる青春コメディみたいな感じです。だからじゃあザッツカンニングはもう本当にそれのバロディだよね。なんかと思いますね、うん、オマージュ映画、ドレッドヘア引っ張ったらそこに答えが書いてあるみたいな。僕が知ってるさ、お色気があったんですかね。お色気あった、なんかそんな投資能力みたいな。でも完全にザッツカンニングはザカンニングのオマージュ映画なんですよ。そういうことだったんですね、うんうん、なるほど、だからザカンニング見ればいいよ、ザカンニングを見ればいい、うん、じゃあ最後にしましょうかね、はい、ペンネームそらぽーさん、そらぽーさん、中学校にイケメンがいないって一言書いてあるんですけど、中学生なの？これが僕見た時思ったのが、うん、このそらぽーさんが中学生女子だったとしたら学年とか学校にイケメンがいないなっていうのは、うんうん、真っ当な悩みかなって思ったんですけど、教諭だった場合、うん、うわやばいね、やばい、なんか悩み、中学生を追ったか、あの客席にライブの、なんか いました？来ていいと中学生、あ、いやいやダメじゃないよ、ダメじゃない、どんどん、じゃあどんどん来てもらうんだよね。そうですね、まあただ中学校ぐらいの男の子がイケメンなことはないよ、学年に一人ぐらいしかおらんやろ。そうなんですよね、原石レベルですからね中学生って、まだ出来上がってないんだから、発達がまだ途中だから、まだ生えてもないですからね、うん、中学生なんて。そう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 、いいね、普通の男子の会話みたいなだからもうどっちかって言ったらある程度目星をつけて、うん、なんか育てるぐらいの気持ちで ね、 そうね、いるぐらいの方がいいかもしれない、うんうんうん、探すよりかはね、うんうん、高校ぐらいな、まあ、高校ぐらいでね、でもまあなかなかいないよイケメンなんて世の中、まあ、なかなかそうですね、うん、なかなかいないよ、思い出したって学校に 2,3 人しかいなかったじゃない高校に行ってもさ、そうなんですね、うん、一人いたらやっぱもう学校中で言われてますからね。そう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 、うん、なら、まあ、そこまで期待せず、そうね、なんかね、こう書き殴ったような字で書いてあるんだ ね、 そうなんですよね、中学校にイケメンがいないってどうしたらいいですかとかでもないですからね、うん、イケメンがいない、嘆いてる安室ちゃんのもうすごい筆圧で書いてあるんですね安室ちゃん本当好きなんでしょうね、うん、ね、いや本当にいろいろ質問いただいて、うん、全部ね読めないのが
辛いとこですけどね、膝の冷えが辛いですとかも来てるんですけどね、うん、みんなも近況報告だね、ほとんどね質問っていうかね、そうですね、うん、趣味に土日を費やして家のことをおろそかにしがちですとか来てるんですけどね、うんうん、またメールで ね、いただけたらと思います。そう、ね、本気で相談したい方はメールで、そうですね、うん、やってくれればやりますんで、ここだとね、欄も短かったというか、うん、あんま書けないですから、うんね、メールだったらもう好きなように書きなくって、うん、よし、じゃあバトルするか、そのなんとかって事務所と何言いますか、うん、考えないと作戦をね、そう、出るメンツとかも考えないといけないですからね、何人ぐらい、5、6人とかでやる、向こうでもそのモデル事務所である、うん、もあるんですよ。え、どういうこと、モデル事務所、モデルもいるんですよ、だからこっちの青山くんとかと、弱え戦闘地弱えイケメン戦闘地弱えよ、タクヤぐらいじゃモデルだろう向こう、まあ、でもそんな売れてるってわけじゃないんじゃないですか、わかんないですけど、でもなんかモデル中ぐらいやからスラッとしてるやろね、だからその芸人以外もいるよっていうので、谷川さん出番ですよ。中高年モデルとしてロッキーと谷川さんだけスラッとしとるんやから、中高年モデルでさ、はい、頑張ります、いいやん、声優の前のめりに、声優の紳士肌着のカタログとかの仕事も私負けず嫌いだから、もう負けたくないよ絶対、多分、ま、泣く負けたら。でもガチで勝ちに行きます、そのメンツとかも絞るとしたら、でもね、なんかね、負けた方が美味しいってのもあるんだよな、ああいう番組って、でなんか勝ち負け関係なく、やっぱ翔平兄やんとかは連れてった方がいいんじゃないかなっていう、まあね、なんだろう、クソクズ軍団として業界で東村プロはもうクズ軍団だってい っていう残り方もありますからね、別にね、買ったからいいっちゅうわけでもないで、お笑いの世界はね。そうね、というわけでね、最初に読んだ仕事帰りの家の中での2時間あっという間さんにはこんな感じで、はい、我々の返答としては受けて立つと、はい、受けて立ちます、いつでもやるぞ、勝ちに行くぞということでございます、はい、うん、というわけでまたメールお待ちしております、ありがとうございました。エンディングです、あっという間ですね、はい、そうですね、先ほどのね、あのバードさんのコーナーは、うん、今日のメロントリガーが仕事で来れなかったので、ね、バイト違うの、ライブ、仕事なのかバイトなのか、ライブかな、ライブで来れないので、うん、あの代わりにね、これからもバードさんの何でもコーナー即興でできるみたいだから、ちょっといない時の枠に来てもらって、ちょっとバードさんなんか即興でこのお願い、なんかコーナー名がさ、即興、その時々、うん、なんか、うん、やってもう何でもやってくれるやろ、バード君やったら器用やから、あ、今回のコーナー名じゃあどうしましょうかね、だから、うん、コーナー名決めんといかんって、うん、谷川さんがめっちゃ今言ってきたから、うん、その何、うん、だろうな、バードフミヤの、バードフミヤの気ままにみたい、気ままに、気ままな風緑みたいな気ままな、なんとかみたいな、バードさんが滑ったみたいになってる、気ままなティータイムとか、気ままなティーブレイクとか、うん、じゃあ最初の風緑にしましょうか、じゃあ気ままに風緑、気ままに風緑、気ままに風緑じゃあそれで、うん、で毎回コーナー分かるから、毎回コーナー見るね、うん、今回は気ままに風緑でお願いします、うん、であのさっき読まれた3名の方かな、バードさんが読んでくれたお悩み、うん、この方もあの3名様にもあのステッカーを差し上げますので、すごい、住所をね、あのステッカーの配送って誰がやりよるん、ステッカー配送はあの石原夫妻が、まさみとかがやってんの、毎週毎週大変やね大変ですね、切って舐めてつけてるん、まさみさんが、そうね想像つくわ、うんうん、嘘水でやってるやろ年寄りが切って舐めるみたいなイメージ、今の切手はなんかシールみたいになってるみたいですよ、嘘やん、本当、そういえば切手なんて何年も貼ってないわ、ね、うん、そう、切手なんて
そういうことメールになっちゃって そうでしょうね、手紙を出さないですもんね。そうなんね、そのぜひ住所をねメールを送ってくださいね。さあそんなわけでですね、今日はエンディングで新しい新人の芸人さんを紹介したいと思います。はい、呼んでみましょう。東吾さんです。ひらがなでね、東で伸ばして5で東吾さん。はい、どうもピン芸人の東吾です、よろしくお願いします。出たどうも吉本から来たんやろ。吉本の人でしょ。元々はい、まあ、でも辞めて結構なるんですけど、うんうん、はい、元々は、はい、NSC というあの養成所に入って、はい、同期は誰がいる。同期はあの渡辺直美とか、ジャングルポケットっていう、あジャングル系人で言うと、はい、同期があります。はい、東吾さんピン芸ですごい、なんだろう、あのね、ライブ見に来た方は、あの見てもらったと思うけど、めっちゃ単独ライブやってるんだって。あ、そうなんですよ、うん、はい、毎月やってまして。月に何本ネタ作るんだと。一応10本作るようになりました。偉い、せいぜい1、2本だから。マジで翔平とか見習ってるし、はい、ハガとか待って待って、あのね、翔平も作ってるんだけど面白くないだけ。月1本だろ。月1本は作ってる。 2本しかも似たようなのを作ってるから、もう ジェントルマンだろどうせ。どこが違うのってのはあるけど、なんか私でも東吾さんのネタ見た時、はい、あ、すげえ本当のちゃんとした芸人のネタやって思ったか。そうですか、ありがとうございます。でもあのプロフィール写真だったらもう仕事は来ない。いや、そうなんです、ちょっとあのプロフィール、自分で友達に撮ってもらったん、あのプロフィール写真。はい、はい、あのバイト先でなんかあの、うん、顔をなんか女性にするアプリみたいなのあって、ああ、それで遊んでた時に撮ったやつなんですけど。だって後ろめっちゃなんか公園っていうか、はい、どこですかあれは。あれ、あのテレコムセンターですね。テレコムセンターテレコムセンターの庭みたいな。はい、そうです、あの公園みたいなところで。本当フェイスブック見てください。もう本当、はい、あんなプロフィール写真をもう、うん、送っちゃってるからね、藤井の月光に。もう送っちゃったから間に合わんで、もう送っとるけん。あ、で、あのちょっとあのそういうあの苦情をいただいたんで、うん、あの実は撮り直してきたんですけど、うんうん、それをあの昨日キララさんとかに見ていただいたら、うん、それはそれちょっと問題あるぞみたいな、ねずっちみたいな感じ、はい、この浅草芸人みたいな、あの見ていただきたいんですけど、それも Facebook にあげよう。ホームページにあげよう。これ Facebook だとあれだから、ホームページ作ったんですよ。ホームページ作ったんか、うん、はい、谷川さんが作ってくれたから谷川さんが作ったよ、うん、これです、これ浅草の皆さんホームページで見、ね、え、これどうやって撮ったん。これはあの知り合いの写真撮ってる方に撮っていただいて、たまたま。何これ、すごい浅草に貼ってあるやつでしょ、はい、うん、浅草芸人っぽい出演者ってやつ、ね、これはこれでキャラが違うってちょっと言われましたね。本当にえらい違いやな、あの、あの山みたいなところで撮ったのかな、これ。ちょっとこれホームページで要注意ですね。はい、よろしくお願いします。はい、でそう、両方ね、2つ貼っておけばね、はい、分かりやすいと思うので。で、あの、東吾さんも次回のコーナーをね、うん、やってます。あ、そうですね、はい。はい、何するの？あのいつもあの東村プロでやってるワークショップに通ってるんですけど、うんうん、そこであのいろんなこうキャラクターというか、そのやってるんですよ、うん、即興で。うん、でそこでこう誕生したあのマキシマム牧山っていうあのキャラクターがいまして、うん、はい、それがあのなんか地方ラジオっぽい感じのなんかこうインチキ感のある DJ のキャラクターなんですけ ど、ね、それを僕がやって明子先生にそのアシスタントをやっていただきたいなっていう。あ、偽番組、偽番組をちょっとやりたいな。東吾さんね、あの、はい、ワークショップ通わなくていいからね、うん、私も今来てんだと思ってびっくりした。ワークショップはあの、なんだろう、尺通の一般の方、うん、そうそうそう、そうなんですか。ちょっと笑い学びたいなって人が来るところなのにやってみたいなとか、うんうんうん、どころの人が来てんの。毎月10本も単独ライブやってる人が、うん、ワークショップまで来なくていいよ。そうだよ、もういいよ来なくてやめな、やめな。いや、もうそこでちょっとあの、あの市役所の人とかでいいじゃん。そうそうどっかの市役所の人が来てるよ、はい、ワークショップに毎回、うん、それでいい。そういう人を呼ぶところだから、はい、もうみんなでワイワイとお笑いでもやるみたいな。でもそのラジオのやつを分かったアシスタントやる楽しみ、はい、はい、考えてきたんでちょっとよろしくお願いします。人気コーナーにしましょう。はじけて混ざれでもね、東吾さん頑張って、はい、なんかなんか できない。ドラゴンボールの、ドラゴンボール、ウーロンがちょっと似てるって言われたことあるんですけど、うんうん、あのギャルのパンティーをくれやって、はい、ギャルのパンティーをくれ。あ、なんか惜しい感じの。欲しいです。知ってます、豚のやつ。知ってるよだって無言のところも。いや知ってるけど、そのあまりにもビジュアルの世界観が違うから確かにね、なんか小日向文雄に似てんじゃん。似てる、ね、あ、似てます、はい、よく言われます、うん、小日向さんのモノマネでもう、うん、
もうドラゴンボール的にも行った方がいいんじゃないの。じゃあそれでいつか、じゃあ小日向さんでギャルのパンティー。ああそう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 、ちょっとやってみて、ギャルのパンティーおーくれ。あ、いいね、あ、いい、笑いとして成立する。ちょっと立ってるかもしれない、うんうん、あ、これでご飯、うん、はい、やった。ピッコロさん、いや、しゃべらない方がいい、死に死にかけてる。あだけの方が面白い、分かった。あだけでくる、よし。そう、ちゃんと謙虚にちゃんとアドバイスを受けるあ、なるほどなるほど。ていうかハニードの社長の方がめちゃくちゃに言ってましたもん。いや別に背高いからって何なんだよそのもう他の人の ね他の事務所とか格闘技するわけじゃないんだからさお笑い界では弱小のうち事務所なんですからね。うち、うん、いやでも別にさ、そんな、うん、アリだって象を倒せるからね。かっこいい。頑張りましょう。倒したケースは知らんけども、確かに、うん、そういうことをよく言うからね、うんうん、なるほどね、はい、じゃあ今日もね、東郷さんに今回もエンディング締めてもらいましょうかね、エンディング、はい、じゃあ小日向さんで。間違った、ごめん、あの、はい、忘れた。え、番組では皆さんの悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレス、みもふた .r@gmail.com です。採用された方には東村明子書き下ろしみもふたステッカーをプレゼントします。はい、じゃあお願いします、締めを。はい、どうも小日向文です締めなのにもうね、挨拶から入るっていうまた来週ありがとうございました顔が似てる。